モンスターはこの辺りにいるはずよ。それじゃあみんなで手分けして探し出そう。お前らは引っ込んでろ。モンスターを狩るのはハンターの役目だ。なんだと？待てよ、わかるぞ。腹が減ったらイライラするもんだ。あんたね。だよな、兄貴。
Thank you.
ハンターの役目だ。しっかりして、オルゴ。兄貴、大丈夫か？大丈夫だい。ビッグでグレートだったぜ、相棒。兄貴！怪我の手当てをしないと。いいかな？それじゃあ、俺たちは先に帰ってるからな。私たちのことを無理に理解してくれとは思わない。でも、あなたもハンターなら知っておくべきことがある。みんなが思っている以上に、世界の状況は深刻。大穴にはモンスターが関係しているかもしれないの。何？信じられないなら、それでもいい。俺は、ハンターのことしか知らない。だから、お前たちのことはわからない。そうだと思う。モンスターと絆を結ぶって、どういうことだよ。なんでモンスターを操ることができる？操ってなんかいない。モンスターはライダーに力を貸してくれているだけ。絆もそう。特別なものではない。あなたと月乃にも絆があるように、それと変わりはしない。ライダーとモンスターは互いに足りないものを補い合って、過酷な環境の中で共存してきた。今もそう。この異常事態で被害を受けているのは人間だけではない。モンスターも被害を被っている。私たちは敵ではないわ。Thank you.
ドーナツ食べないの？なんか大事なことを忘れてる気がしてさ。ナビル、ところでさっきのあなたの力だけど。え？ああ、これのことか？オルゴは知らなかったみたいだけど。兄貴と知り合った後に手に入れた力だからな。俺の話を聞きたいか？ちょっと長くなるぞ。もちろん、聞きたい。話して。ノラ・イルーだった俺は、住むところも名前もない根なし草でさ、売られた喧嘩を買ったところを兄貴が割って入ってきたんだ。わかるぞ、腹が減ったらイライラするもんだって言ってさ、相手はすっごく怒っちゃってバカにするなって二人まとめてボコボコにされたんだよな。お前見どころがあるぜ、ビッグでグレートになれ。いろいろ気にかけてくれて、俺も兄貴って呼ぶようになって、広い世界へ出て一緒に世界の果てを見ようって約束したんだ。でも下手を打って捕まって兄貴とは離れ離れ、約束は果たせなかった。体をいじられて記憶を失って手に入れたのがこの力だったんだ。そうだったの。でもまた会えてよかったわね。ああ、約束を破った俺を責めることもなかった。ビッグでグレートなのね。そう、ビッグでグレート。それに、あ、それに、どうしたの？そうだ、ビッグでグレート、その先に大切な合言葉があったのに。アイルーたちが庭園の奥で何かを見たって言ってるの。すぐに来て。何か？アワーは言っていてよくわからない。見に行ってみないと。